いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。パート9です。やっていきます。自転車で列車に乗り込んだジュードくんになぜか追いつく、仲間たちと、ザコ兵士7連戦プラス、中ボスのタンクビーグルと大ボスの、バルガインを、倒していきます。ザコ兵士といっても攻撃は結構痛いので、戦術を固定して倒せるところは倒していきます。一戦目はケミカルファイター、パイロガンナー、ドレッドノートが1体ずついます。敵がバラバラのヘックスにいるため、ユーリーは回復よりもマテリアルを優先して撃ち、死者が出ても気にせず先に進みます。あとはファントムラインやグラス等、使って敵の数を減らし、ラクウェルの攻撃でとどめを刺します。最初の戦闘に関しては、直後にセーブポイントがあるのでだいぶ楽に戦えます。それ以降はバルガイン前まで、セーブがないので、特に重度の MP に関してはかなり気を使って進んでいきます。出番というより、見せ場だ。動きは流水のごとく、早く。私が撃って出る。勢いで押し切るしかあるまい。これでよし。2戦目はケミカルファイターが4体です。下手にバラバラに動かれたり、すぐ死んでしまうユーリーやダメージソースのラクウェルにダメージが通らないようにするためにも、柔道中央のヘックスに持っていって、盾になってもらいます。柔道にも攻撃してもらい、柔道が死んでもそのままにします。ラクウェルまでターンが回ったらイントルードからの攻撃で頭数を減らし、残った敵はブラストやらファントムラインやらで適当に処理します。面白い。今度はパイロガンナー4体です。敵が全員バラバラのヘックスにいるといういやらしすぎる配置のため、ファントムラインやマテリアルなどで、効率的にダメージを与え、後処理はラクウェルに任せます。敵の行動回数は、なるべく減らしたいのですが、ここに関してはダメージ効率を重視しています。
今度はドレッドノート4体。先ほどから散々ドレッドノートが、一番厄介な敵だと言ってきましたが、ここに関しては敵の配置がかなり良心的なので、むしろ2戦目、3戦目と比べてもかなり楽です。具体的な戦術は、全員防御して敵を中央の、ヘックスに固めて、ラクウェルで殴る、というものです。単純。ここで短いイベントが挟まりますが、特にセーブもないまま連戦が続きます。5戦目は、ケミカルファイター2体とパイロガンナー2体です。これは敵の配置が上の方の、ヘックスに集中しているので、2戦目と同じように、柔道盾にします。ただ、フレームスプレッドなどはかなりダメージを、食らってしまうので、ターンシフトなどを使って柔道に、ターンを回し、柔道が生きているうちに少しでも、ダメージを与えておきます。また、この連戦は途中でセーブがない上に、チャート上どうしてもネクタールが買えないため、柔道が死んで最大 HP 疲弊状態になって死にやすくなり、死んでしまうとさらに最大 HP が減ってより死にやすくなる、といった悪循環が起きやすくなっています。難しいね。ここで柔道が生き残ったのはじめに大きいです。運が良かったですね。今度はパイロガンナー2体とドレッドノート2体。これも敵の配置は5戦目と同様なので、戦術も同じです。味方を一番下のヘックスに固めて敵に移動させることも考えましたが、敵は貫通技が非常に多く、一番上にいる敵がなかなか移動してくれないため没になりました。柔道は犠牲になったのだ。勢いで押し切るしかあるまい。最後はケミカルファイター2体とドレッドノート2体です。今回は敵が左上と
右上のヘックスに固まっているので、敵がこちらに攻撃するために墓ならずどこかに移動しなければいけません。なので、敵が中央に固まってくれることを祈って、防御して様子を見ます。まあ結局今回は、うまくいかなかったわけですけど。私が撃ってた。行くぞ。いいタイミングで回ってきた。歩ってんならさ。出番というより見せ場だった。調子が出てきた。手加減は苦手だ。私が撃って出よう。次なる一手のため。幕引きだ。勢いで押し切るしかあるまい。やっと連戦が終わりましたが、このままセーブなしでボス戦、しかも火力が非常に高いボスなので、気は抜けません。幸い今回は重度の、HP が高い状態で来れているので、苦戦はあまりしないと思いますけどね。来ましたタンクビークルです。行動が速く、一撃が重い、一回のコマンドミスで簡単に全滅する敵です。まあ幸いにもこの直後にポーションベリーは相当数購入できるので、今までコツコツ貯めてきたポーションベリーを全部使うぐらいの気持ちで挑みます。これくらいまだ痛みを遮る壁をここに。プロテクトさえ晴れてしまえば行動に余裕ができるので、回復をヒールベリーに抑えたりしてラクウェルまでターンを回し無双してもらいます。あーラクウェル無双気持ちエンジャー。常識は非常識な戦車などに勝って。ここでポーションベリーとリブアイブフルーツを大量購入しておきます。お金に余裕があればポーションベリーを買えるだけ買って、ポートロザリアで買いたステマを省きたかったのですが、今回はガマ口を持っているラクウェルがあまりとどめをさせなかったので最低限にとどめています。
と並ぶワイルドアームズ崩壊の大人、バルガインさんです。ダメ行動をした後に特定のヘックスに回避不可の即死攻撃をしてきます。初見で全滅した方もいるのではないでしょうか。私はしました。ただ攻撃をするヘックスは固定なので、パターンさえ分かってしまえばエミルさん並みの雑魚キャラです。ちなみにコズマ砲は無効化されてしまうので、チクチク殴るしかありません。その割にやたら硬いので、戦闘時間は、どうしてもかかってしまいます。生身の人間なのに爆発するとか、本当何者なんだろうこの人。ここら辺気を抜いているとエンカウントするので、しっかりアクセラレーターしないと結構残念なことになります。そういえば、ワイルドアームズ4のショートカット集が、ニコニコ動画に投稿されていましたね。面白かったです。結構私の知らないショートカットがあったので、ぜひ見て、この動画と比較していただいて、これショートカットできるのにしてねえし、とあざけり笑うとともに、ぜひ RTA にも挑戦して、チャートの面でもタイムの面でもこのガバガバ記録を、抜いてみてください。というわけで、今回は、短いですがこれで終わりです。コメント返しは、イベントだらけの次回にまとめてやろうと思います。投稿間隔が空いてしまったこともあり、前回のものだけでなく、それ以前のパートのものに対してもやるつもりです。それではご視聴ありがとうございました。パート10です。よろしくお願いします。この埋葬都市というダンジョンは、エンカウントが全くないです。なので楽に言えば、普通にやっていればタイムがブレないこともあり、純粋なプレイヤーのアクションスキルが試されます。5時間半かかるのでワイルドアームズ4の、RTA は、手が出しづらいという方は、ぜひ埋葬都市の突破タイムを、測ってみてください。タイムを測りながらゲームを、する楽しさがわかると思います。ちなみに、3年ほど前にニコ生におけるワイルドアームズ RTA 生主の間で、
ワイルドアームズ3のサンドキャナルの突破タイムを競うサンドキャナルファイナルものが謎のブームを起こしたことがありました。懐かしい。ここ履き箱とアクセラレーターでうまくジャンプをすれば仕掛けを解かずに先に進めます。飛ばしていくよ。落ちたーふ。ほんの余興です。結局40秒もロスをするという残念な結果になりました。先ほども言ったように前走都市は加速要素がないため、ミスをすればするほど純粋に遅れていきます。 RTA もちょうど半分を過ぎたあたりであと2時間ほどありますし、ここで遅れると結構精神にきます。ここ履き箱を持ってジャンプをしてもいいですが、炎を突っ切った方が多分早いです。ここまで来ればアルノーとラクウェルが加入するまでは比較的楽なアクションが続きます。休憩期間。このダンジョンはストーリー進行とともに BGM が変化します。ナルケさんの曲ではなかったような気がしますが、ワイルドアームズ4の雰囲気にうまく合っていて、昔はよくコントローラーを放置して BGM として使っていたことを思い出します。次のフロアで杖が必要なので、ここは素直に仕掛けを解きますと言いたいところですが、どうやら次のフロアは工夫すれば絵がいらないようなので、ここは段差をジャンプするだけで大丈夫です。この RTA をしている時は知りませんでした。このフロアだけで20秒ロスしてます。ここは結構手前に木箱を投げても爆発して炎が出てくれます。見直してみると、改めて自分のアクション操作が下手だと実感しますね。ここら辺特にひどい。
ワンワンを、30分後に走んでしまいます。儚い。やっぱりこの盛り上がりのある BGM、素晴らしいです。個人的にワイルドアームズ4の BGM では、ラクウェル加入時に流れる、すっかり賑やか、武勇な苦戦の、奇想早見を突きうがつ、そして埋葬都市の、埋葬された都市、あたりが好きです。恐怖の換気扇です。ここは一発突破したらラッキーぐらいの勢いで苦手です。しかしもうすでに埋葬都市だけで40秒もロスをしてしまっているので一発成功させたいところ。楽勝ですね。ミスる気がしません。こんなところでミスるとか三流もいいところです。なおテストプレイで3回ミスった模様。ムービーをスキップしてしまっているので、唐突にシエル村に飛ばされましたが、ここのフラグは、奥のアウグストに話しかけ、話しかけ終わると出現するハウザーに話しかけるだけです。といっても、アウグストとハウザーは、対局の位置にいるので、意外と時間がかかります。面倒くさい。さてバックラインに戻ってきました。これからガラデレオンに向かうためのフラグを回収しますが、ショップ左のシスーツの男と駅員だけなのですぐ終わります。奥から抜けた方が早いです。
さて、ガラデレオンまで単調に進んでいくので、ここでコメント返しをしていきます。今回は前回のパート以外からも拾っていきます。しかもそれフィギュア化してたんだよなぁ。ユーリーヨスケベボンですね。と気になって調べていたら、限定版ということもありほとんど取り寄せ不可でした。また、定価5800円に対し、中古で12500円で売られていたりして、プレミアになってて面白かったです。誰で締めたかで経験値変わったのか。ワイルドアームズには EXP ボーナスレートというのがあり、敵に攻撃するとそのキャラクターは取得経験値に、プラス 0.1 倍。敵を倒すとさらにプラス 0.1 倍。そのキャラクターの攻撃で、戦闘が終わるとプラス 0.5 倍されます。しかもそれらは重複するので、戦闘を終わらせたキャラクターは必然的に、プラス 0.7 倍以上は、確実に経験値に補正がかかります。かなり大きいです。クリスタル接触直前はスライディングした方が若干早い模様。確かに、スライディングは徒歩より圧倒的に速いスピードで、移動し、その後硬直、という動作を、繰り返すので、マップの切り替えをするときには有効かもしれません。上り階段などでは積極的に、ジャンプして、切り替えを少しでも速くしていましたが、実際にタイムを、測っていたわけではないので、それも含めて検証してみます。そういえばワイルドアームズ4の、バグで半分兵士の映像で吹きましたが、あれやりたいですか？前回のパートでリンクを、貼らせていただいたショートカット集ですね。あの動画面白いですよね。自分もやってみたいのですが、壺を投げて上に乗るタイミングが、シビアすぎて意外と難しかったです。ここラクエルガブオルテック撃てばよかったかもね。エミル戦でユーリーを、殺してしまったところですね。その通りです。魔力が低いラクエルならおそらく、一撃で落ちることはなかったと思いますし、ラクエルの行動が1ターン増えるので多分エミルも落ちてました。もったいないです。さて、ムービーが飛ばされてしまいましたが、アルノーの、敵が攻めてきたぞ、ノー声に、反応した兵士が次々と、ガラデレオンを飛び出し、ガラ空きになったところに突入するという突っ込みどころ満載な手段で、ガラデレオンに入り、ユーリーを救出します。ここは奥から手前に向かう関係で、非常に見づらく事故りやすいです。ここでクルース肉が加入します。
ラストダンジョンでも途中加入しますが、本当に強いです。クルース肉は、攻撃力がそれなりにあるので、攻撃液としても使えますが、補助や回復もできるという強キャラです。特にマイトボディはクイックと、プロテクトが同時にかけられるチート性能、ユーリーにも欲しかった。こいつも大人だったか。さて最後のトニーさんです。戦術はクルース肉のマイトボディとアルノーのスローダウンで有利な状況を作り、ジョイントストラグルとラクウェル通常攻撃で押していくというものです。このトニーさんの無駄なスイッチ起動によって、ここからはエンカウントが発生するようになります。この悪役が最後の力を振り絞ってとてつもない嫌がらせをしてくるのってほんとやめてほしいです。FF8 のアイアンウィドウを思い出します。ここの砂時計、本当に良心的です。RTA してると特にそのありがたみがわかります。にしても、ここもショートカットできそうでできないフロアですね。ここがスパッと抜けられれば本当に楽できるんですけどね。
さて、ユーリー復帰です。そしてクルース・ニクさんがパーティアウト。この後戦うブース・テッドマンや、TG は結構強いので、ここだけでも5人で戦闘させてほしいです。ここで GC グラフを、いじっておきます。全員の能力を、底上げし、ラクウェルにクリティカルヒット、ユーリーにクイックをつけて、本格的にラクウェルに全てを委ねるシフトを、作ります。さて、これで長いイベントの後に、ボス戦、そしてさらに長いイベントがあり、ようやくガラデレオンの前半戦が終わります。長いダンジョンです。でもガラデレオンを、抜ければすぐフロンティアハリムだと考えると、ここが終わればもう終盤です。さてボス戦です。ブース・テッドマンとその取り巻きですね。とにかく地属性ヘックスから飛んでくるブラストがアホみたいに強いので、なんとかしてラクウェルを生かして鍛え切ります。ブース・テッドマンは大抵最初のターンに真ん中のヘックスに移動するのですが、稀にブラストを撃ってきて面倒くさいことになります。また、ブース・テッドマンは通常攻撃を撃つと大抵このようにガードしてくるので、友人で倒しています。手加減は苦手。
ちょうどいいのさ。ここで私が。いいタイミングで回ってきたな。バカだ。俺たちは全体戦の兵だぞ。あー強かった。というわけで今回は終わりです。ありがとうございました。ではパート11です。やっていきます。僕の全速力。ここからしばらくイベントが続き、そのまま地下エリアに入ります。正直ラスダン並み、感覚的にハソレ以上の長さのダンジョンです。今回も30分近い動画になりましたが、結局フロンティアハリム周りのイベントが終わって、眠りヘトイザナウ渓谷に入るまでで、今回は終わりです。やっぱガラデレオンって長いわ。この時点では主人公を裏切った卑怯な大人と化したガウンさん。まあガウンの最後のシーンはワイルドアームズシリーズ屈指の名シーンだから仕方ないね。にしてもこのシーン、トイレ休憩が余裕でできるレベルで長いイベントですね。ワイルドアームズ4では比較的珍しいとは思います。ガラデレオンの後半は、その仕掛けの特性上かなりエンカウントがしやすいので、結構厄介です。特に最後の方の剣を運ぶところは、ショートカットができたらかなり速くなると思います。ここはスイッチの上から2段ジャンプで、ショートカットできます。
さて、ボスの先行施策が縦意地です。即死技を持っているのでものすごく強いです。戦術は、プロテクトを張ろうが回復しようが即死してしまったら意味がないので、とりあえずイリュージョンを、打って命中力を、下げるところから始めます。その後、スローダウンやクイックで敵に、行動される回数を、減らし、攻撃に転じます。剣のひらめきを伝え渡る。切り捨てる。クレバーに行こうぜ。こんなこともあろうかと。でも仕方ないからな。疾風怒涛に畳みかけよう。任せてもらおうか。手加減は苦手だ。この一撃で道が開けるなら。弱い TG さんで助かりました。これは TKG ですわ。お母さんと念願の再会を果たしました。しかしこんなだだっ広い部屋に一人で座らされて何をしてたんでしょうか。さっきも言ってますが、ここのスイッチさえ入れてしまえば3分ぐらい短縮できるのにっていう仕掛けが一番面倒くさいですね。うわ、全員真ん中、かつ、敵が大量にいるパターンの、ランダムエンカウントです。めんどくさい。まだ、このくらいなら。ジュードがぴょんぴょんするんじゃ。それ
麻薬、ダメ、絶対。ボス戦という名の休憩です。アウグストは攻撃をしてこないので、ただ殴ってれば勝てます。儚い。あれで行きますかね。間髪入れる隙間与えず。やるってんならな、コードカスタマイズ中古カタック。面白い。ちなみにもうお金は十分あるので、誰でとどめを刺してもいいです。この時点で持っているギャラは55,000ですが、グレートソードさえ買えればあとはなんとでもなるので、もう大丈夫です。ちなみに昔のチャートだとカリネージソードも買っていたので、割とカツカツでした。さてアウグスト2回目です。今度は反撃でダメージを与えてきますが、割合ダメージなので全然怖くないです。弱いです。さて、最後のガマ口でした。ここからはラクウェルがバッジの力を借りて超強化されます。しかし、ここから重度は戦闘ボイスがなくなるっていうのも細かいですよね。確かにこの場面で、調子が出てきたー、とか言われても困りますよね。
サンドチャナル突破タイムか、どのくらいのタイムだったのか気になります。ワイルドアームズ3のラップタイム表がなかったので、当時同じワイルドアームズ3の、RTA 生主さんからいただいたチャートに書いてありました。13分44秒が、最速でした。ただ、RTA のチャート通りに、アイテム回収やメニュー操作を、するのがルールだった気がするので、参考程度にしてもらえると嬉しいです。ここ右側を2回回すだけで登れたはず。ほんとだ、検証するまでもなく、片側を2回回した方が、左と右を1回ずつより圧倒的に速いと思います。ありがとうございます。成長できれば強いだろうな。クルース肉の話ですね。クルース肉には戦闘終了時に経験値が入らないので、通常の手段ではレベルアップできません。ただ、レベルアップルを、使うときちんとレベルが上がり、しかもガラデレオンの時点で使うと、本来ラスダンでのみ習得しているはずの、ガトリングレードなども習得できます。そういえば、コンバートについてのコメントもありましたが、アルターコード F をプレイした方は、初見の時にロディのロックオン強化は、何を選択していたのかすごく気になります。自分は当時ロックオンアクティブの強さを、理解していなかったので、ロックオンプラスだったような気がします。ロックオンデストロイは、三国無双の残属性みたいに雑魚敵は、即死、ボス敵に破壊ダメージ、で良かった気がします。ここら辺は割とよく道に迷います。ここで神アイテムのキャットハンドを入手します。このバッジは攻撃回数を1回増やすという効果があり、ラクウェルの攻撃力が格段に上がります。得意の 36K で。やっとバックライ以来の街に着きました。バックライに着いたのが2時間30分台だったのを考えるとやっぱり長いですね。
この紫色の空を見るとアルターコード F のサーフ村を思い出します。あの追加イベントはロディが救済されて本当に良かったです。まあサーフ村住人が胸クソ悪いのは変わらないですけどね。爆弾やらセットボムを置きまくったのはいい思い出。さて、ここで小さな花とグローエッグを回収します。神アイテムが固まって落ちてるとかほんと、良心的です。また、ここであるのに小さな花を装備させてスローダウンやハイパーをすぐ打てるようにし、ラクウェルにキャットハンドとグローエッグを装備させて超強化し、さらに経験値を稼げるようにします。ついでにあるのにリインフォース、ユーリーにギャザーを覚えさせて、ターン経過でラクウェルの攻撃が当たらなくなるゴルドレイクの対策をします。ここのフラグ回収、よく忘れます。アーチボルトと話さないと、眠りヘと誘う渓谷に行けないので注意が必要です。さて、今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。パート12です。やっていきます。よろしくお願いします。杖でもいいですが、水晶を使って先に進みます。ここら辺集中完全に切れて意味がわからないことになってます。死にたい。やっとうまくできた。
ああ。ここだけで1分以上ロスるとかいうゴミクズっぷり。本当にここら辺めっちゃ焦ってます。しかも救えないことに、次のフロアでショートカットが発見されたため、ここで頑張って運んでいる水晶は必要ないということです。二重の意味で死にたいです。ここから食台にジャンプするとちょっとショートカットできるのでしてますが、実は左端の階段から一番左の食台にジャンプできるので、水晶は全く使わなくても大丈夫みたいです。もうガッバガバです。ゴミクズです。ここだけ見てももう一回やり直したい気持ちが非常に強くなります。こんな感じでアクセラを併用するとちょっと速くなります。ここミスったら面倒くさいです。さて、ケセランパサランさんです。中ボスまで長かった。この敵は分身を出してきて、その分身はしぬと同時に爆発してこちらにダメージを与えてきます。と言っても大したダメージではなく、こちらに波長強化されたラクエルがいるので雑魚敵です。面白い。
ップの関係でここからは、ラクウェルでとどめを刺すようにします。ケセランパサランごときでレベルが2とか上がるので本当にその恩恵は大きいです。ここでアルノーにハイパーを覚えさせます。効果はバイキルトです。強いです。ここからはハイパーを打ってラクウェルで殴れば勝てます。ずぶ濡れのユーリーが、髪の質感が、可愛すぎる。仕掛け派全無視です。ゴルドレイクさんです。そんなに強くないのですが、ターン経過で空を飛ばれ、ラクウェルの攻撃がほとんど当たらなくなるので、それだけ注意してればいいです。ちょっとぐだりましたが、まあいいでしょう。仲間を感じて孤独を知るとは。一瞬ためらうラクウェルさん好き。
ここのアルラクイベントほんと好き。ワイルドアームズ4の中で一番好きなシーンです。5では2人で旅ができてよかったね。近くにラッキーカードがありますが、取っても取らなくてもいいです。今回は余裕があるので取ってません。ここまで来たらあと少しでポートロザリアですね。ここはワンフロアワンフロアが長いので、よく古墳や煙火の調査に使っていたのを思い出します。正直この辺になるとレベルは十分なので、スローアップルですらただのロスです。4時間ぶりのポートロザリアです。昼に出て夕方に帰ってくる感じ。
でグレートソードを購入します。これが偽売り最強なので、最後までこれでいきます。今までミムクリルーで手に入れた装備を、つけていたこともあって、ATP950 の、2回攻撃から ATP1420 の、2回攻撃、しかもキャットハンドのおかげで、3回攻撃になるのでめちゃくちゃ強くなります。そういえばロンバルディアやファフニールは必要ないです。むしろ戦闘派ほとんどしてないので、初期武器より弱いです。ここで一泊するとイベントが進みます。ここのクルースに行くかっこいいけど、美人なジョイさんの紐になれるならそれはそれで幸せな人生なのかもしれませんね。ジェレミーの攻撃さえ耐え切れば勝ちです。あらかじめリューリーに小さな花をつけているので、デトネーション状態になり確定で先制でき、最速でラクウェルにプロテクトを貼ることができます。これで攻撃を耐え、ハイパーなどを打ってから殴ると、一撃で落ちます。経験値さえなんとかできれば、ラクウェルに小さな花をつけると、イントルード攻撃で速攻で落ちるのでそっちの方がいいかもしれません。
じゃあクルースニクさん、かっこいいな。カマセイムさんを食う。ここで小さな花をあるのを見つけておきます。このように小さな花は誰に最速で補助技を打たせたいかによって付け替えています。さて、ここでコメント返しをします。加速する。ガウンの能力ってどんなだったっけ。超人的なことは数えきれないぐらいしてますが、特にアームの適合能力があるとか魔族とかではないです。この世界の早死にする人はみんなどこかおかしい。いい意味で。フォースオフの方が若干はやいのかな。ちょっとだけ早いです。ただ NPC の音声をオフにしても戦闘中のボイスがオフになるだけなので、やられる時のセリフはカットできません。具体的にはフィオレアーシアの発禁呪文がちょっと早くなります。小さな花も強かった記憶があるけど、実際どうなんだろう。強いです。最初の1ターンが確定でデトネーションになるので、最速で補助技を入れたいキャラに装備させています。それではディエバス突入前で今回は終わりです。ご視聴ありがとうございました。パート13、やっていきます。よろしくお願いします。
ていきなりボス戦です。このジェーン部は、ギャザーで一番上に集合して、コンビ技を打ってきます。そのコンビ技はエフェクトが長いので、できれば打たれる前に終わらせたいです。具体的な戦術は、まずアルノーに小さな花で、先手を取らせ、スローダウンを打ちます。本当はハイパーを、真ん中のヘックスに打ちたいのですが、味方が誰も真ん中のヘックスに入っていないので打てません。なので、次の柔道は、真ん中に移動して補助技を打てるようにして、状況に応じてユーリーが、アルノーにクイックを、打ったりして調整し、真ん中にハイパーを入れてラクウェルに、攻撃させます。レベルが足りていれば一撃で落ちますが、場合によっては2回かかります。しかし今回はアルノーに忘却がかけられてしまってグダグダし、結局的にコンビ技を打たれてしまいました。タイミングで回ってきたな。道理で勝敗を語るなど浅はかだな。ちょっと前半にアクセラレーターを使いすぎました。いつも思うけど重度の身長の半分近い大きさの爆弾ってでかすぎますよね。その鉄の塊を持てる重度もすごい。ここで杖を取り忘れてロスしたことがあるので慎重に行きます。
ちなみにディエバスだけは、仕掛けのあるフロアでも平気で、エンカウントします。杖を振った瞬間にエンカウントとか本当に、イライラします。ここはちょっとショートカットできます。一回ミスったように見えたのはきっと気のせいです。さてガウンさんです。ガウンは12は角弾丸を全て撃たせきったら勝ちです。反撃もしてくるので早く弾をはけさせるためにあえて攻撃もしています。ここ発やスイッチは不要で、ジャンプのみでいけます。落ちました。楽勝でした。さてこのガウン殉職イベントが終わるとラストダンジョンです。長かった。
界イルズベイルまで行くと、ファルメルを倒すまで外に出れません。まあ RTA なのでどちらにしろ外には出ませんけどね。さてファルメルです。ファルメルは全攻撃が無効になる無妙の構え、物理攻撃以外が無効になる障壁の構え、魔法攻撃以外が無効になる鉄壁の構えの3種類の構えを使い分けてきます。構えが変わる条件はヘックス移動なので、積極的にヘックスをアイソレートなどで動かし、障壁の構えを出してきたらラクウェルで殴ります。私が撃ってでよ、手加減は苦手だ。私が撃ってでよ、剣のひらめきさえ渡る。ここでスイッチ起動を失敗するとへこみます。ここ旗手なしで突っ切ります。ちょっとロスった走り方をしていますが、気にしたら負けです。
さてリグレイマードラゴンです。状態異常が面倒ですが、ハイパーアリでラクウェルの攻撃には、腕落ちるのでそれまで耐えます。動きは止まった。だが、ユーリーが触手に襲われている。ゴクリ。ちょっとひよったけどまあいいでしょう。さてリーゼンゲです。チャージで次の攻撃の威力を3倍にしてくるので強いですが、全員同じヘックスでのスタートなので、ジョイントストラグルを絡めつつ適当に殴ってれば勝てます。どのような異様で立ち塞がろうとも、さて後半戦地下エリアです。
ここからは重度とクルース肉です。進んでいきます。エントマはクラッシュガジェットで一掃できます。楽しいです。アクセラレーターが使えなくなる球体がありますが、敵が出ないので別にどうでもいいです。ここはアクセラレーターが使えなくなるフロアは敵が出ませんが、逆にそれ以外のフロアは全部エンカウントします。意外と仕掛けが厄介なのでエンカウント回数がかさみます。さて、キュアのエイデスですが、スイヘックスに入られるとハイドロプレッシャーで大ダメージを食らいすぎて全滅するので、とにかく水ヘックスを先に取ることが重要です。ここが取れたらあとはクラッシュガジェットとアポトーシスでなんとかなります。くれる仲間がいるんだ。僕は負けない。
ょっと日和ってしまいましたが、落ちるよりハマシです。さてユトロン、HP が高いので何回か殴らないと勝てません。割り込ませてもらう。手加減は苦手だ。剣のひらめき、さえ渡る。MP 吸収で助かりました。ラクウェルの MP なんてあってもなくても変わらないですし、それではここで今回は終わりです。今回コメント返せませんでしたが、次回返します。ご視聴ありがとうございました。最終回やっていきます。よろしくお願いします。ちなみに今飛ばしたイベントで、クルース肉が自分のアームを重度に託して崖に落ちていきました。ここから重度はクルース肉のアームを使った技も使うことができます。アポトーシスはアーム暴走体に3倍のダメージですが、ラスボスはアーム暴走体なので正直ラクウェルより強いです。クルース肉さんの置き土産強い。ここは慣れるとすごく簡単にいけるのですが、慣れるまではよく落ちてました。さてラムダです。ラムダは自分の正面から飛んでくる攻撃を
完全無効化してきます。ラクウェルの移動後アタックなどで移動して攻撃しても、ラムダも移動に合わせて向きを変えてくるので結構厄介です。ただパターン化は非常にやりやすいですし、そもそも攻撃一発で沈むので雑魚です。この世界、大人多すぎー。ここで最後のメニュー操作をします。クイックやプロテクトがすぐ貼れるようにユーリーに小さな花をつけ、回復量が2倍近くになる神アビリテのヒーリングプラスと行動回数を増やすためのアタック時反応上昇を覚えさせます。またプラスレベルアップをつけることで腕能を上げます。ラムダとファルメルのカップルは結構好きだったりします。しかしファルメルは目が見えないのによくここまで来れたなぁ。
さてラスボスのディバインウェポンです。ディバインウェポンは第3形態まであり、それぞれ全く違った戦い方をしてきます。第1形態はデバイスという手下を引き連れているので、これをアイソレートでどかし本体を攻撃します。僕の勢い止められるかな。行くぞ。あとラクエルの攻撃1回で終わりだったんですが、反撃で全滅してしまいました。死にたい。今ならどこまでもかけていきます。調子が出てきた。こういう主人公たちから桂馬の位置に飛ばれると重度が攻撃できなくて辛いです。私が撃ってでも任せてもらおう。好きにはさせん。私が撃ってでも。この身はすでに英雄という戸川を背負った。真の安息のため、闘争の日々よりの解放のため、簡単に引くなどと思うてくれるなよ。さて第2形態です。こいつはデッドヒート、クレイモアを使ってくるのですが、前者は追加効果で即死が、後者は行動キャンセルがあるので何もできずに全滅することもままあります。どうとでもなるから。さてわ、調子が出てきた。まだこのくらいなら。ユーリーが死んでますが、第3形態に移行する際蘇生するのでそのままでいきます。疾風怒涛に畳みかけよう。行くぞ。さあワイルドアームズ4最大の運ゲーポイント、ディバインウェポン最終形態です。ABM ランチャーは乱数次第で全滅、チャージで次のターンに爆発的な攻撃をしてくるだけでもきついのに、こちらが回復する、イントルードをする、 X を移動するといった行動に対しても反撃してくるだけでなく、敵の手下の移動や攻撃にも反撃し、なぜかこちらに攻撃してくるよくわからない仕様も相まって本当に運ゲーです。また敵の HP をゼロにしたら FP100 消費技のアークインパルスを打たないといけません。簡単にやられたくないけれど、動きは流水のごとく、はい、
残ったのでブラスト。これでアークインパルスを撃てば終わりです。あとアークインパルス撃つだけで終わりだったのに、反撃されて全滅してしまうとかいうクソ。ちなみにラスボス突入時点でテストプレイの時と同じタイムでラスボスを抜けていれば20分切りのペースでした。死にたい。私が撃ってるな。疾風怒涛に畳みかけよう。いいタイミングで回ってきたな。やっとここまで来ました。あとは FP を貯めてアークインパルスで終わりです。リンフォースや月光を使って効率よく貯めます。銃に勝つあり。私だってこれなら。任せてもらおうか。月光よ、勝利に約束を。シールドで受け止めてやる。やっと終わりました。ワイルドアームズ RTA のルールで最も一般的なものだと、操作終了してからのムービーはスキップ不可なので、ラスボス撃破のムービーはスキップしましたが、フロンティアハリムの攻防に入ってからのムービーはスキップせずに流します。それでは中途半端なタイミングですが、ここからケンイヤーズレイターのイベントまでコメント返しをします。
ディ。ええ、昔聞いていた懐かしいあの曲。誰かの忘れ物かな。でもどうすれば。ユーリーが持ってないわ。え、持ち主が現れるまでユーリーが預かっておきなよ。拾った落とし物私に押し付けてません。だって僕が持っててなくしちゃったら大変だろ。これじゃまるでさっきのアルノーとラクエルだよ。ねえ柔道。何？柔道はどうするの。どうって。これからのこと。ここの開拓を手伝うつもりだよ。ううん、そうじゃなくてもう少し先のこと。今はまだわからないよ。でもわからないからって立ち止まりたくないんだ。僕は大人になろうと思う。今よりたくさんのものを受け止めて支えられるようになるために。昨日まで出会ってきた大人たちに笑われないくらいかっこいい大人になりたいな。なれるかな。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。